戦後70年の今年、映画監督ハン・チュウギ氏によるドキュメンタリー映画「太陽が欲しい」が話題です。中国人元慰安婦たちやその家族、また旧軍人たちの証言を20年にわたって撮り続けてきたこの実録映画は、現在各地で上映会が開かれています。去る9日、都内中野区の命の言葉社でも同上映会が開催され、2階チャペルいっぱいに席を埋めた来場者たちから関心の高さがうかがえました。言葉社ではこの秋、同映画の記録を詳しく記した声なき人たちに光を出版し、今回はその出版記念を兼ねた上映会となりました。今回この試写会、太陽が欲しいという映画なんですけれども、ハン・チョギ監督が20年にわたって撮り続けた従軍慰安婦の方々、中国の方々の証言をまとめたものになるんですね。それでやっぱりどんどんそういった方々が亡くなっていかれるということで、本当にこのことを訴えていかないといけないというふうに監督が思われまして、それで今回映画を作るに至ったわけなんですけれども、それで今回本を出させていただいた関係で、ぜひ弊社でも上映会させていただこうという話になりました。この映画はさまざまな証言者が自身の被害体験を訴えます。一人目に画面に現れたのはマン・アイカさんという女性でした。彼女は1992年、日本で開かれた戦後保障に関する国際公聴会に参加し、証言の中でこう言います。私は日本人を憎んでます。日本軍によって何もかも失った。恨みを聞いてもらうために日本に来た。彼女を筆頭に次々と当時の慰安婦たちがその過酷な体験を語ります。中にはマンさんのように共産党員という理由で拉致され、慰安所ではなくヤオトンと呼ばれるホラー穴式の住居に監禁され、暴行・強姦されたと訴え、あくまで慰安婦ではないと主張する人もいます。リュウ・メンカンさんは真っ暗なヤオトンに閉じ込められ、昼も夜も立て続けの強姦に耐えきれず、用はないが外のトイレによく行った、太陽の光が欲しかったからだと、その悲惨さを強調します。制作者のハン・チュウギ監督が願うことは、こういった事実の証言を通して過去の歴史を知ることで、平和を作り出す日本になってほしいということです。やっぱり日本と中国、また日本とアジアの平和友好ね、そのような基盤作りたいですね。そうすると大きな障害はやっぱり歴史に対する認識ですね。やっぱり日本は戦後あんまりこの国では、戦争に教えてないですね。とにかく間違った戦争観、歴史観を教えていますね。初めてこの映画で、あ、中国のいわゆる慰安婦被害、実はこれは性暴力被害ね、さまざまな形態があるので、これからまあせめてこのぐらいの事実、日本の若い人、中国、また韓国、世界の人見て覚えて、一つの大事な歴史記録として世に残したいという気持ちで作りました。慰安婦とされた彼女たちは皆身体的にも精神的にも被害を訴えました。しかし当の中国政府からは支援も出ず、民間の支援団体も見つからなかったとハン監督は言います。韓国と違って中国が慰安婦問題に消極的なのには理由があります。1960年代から国内における権力闘争が激化し、毛沢東による文化大革命が続いた後、破綻した経済回復とソ連との対立という社会背景に、1972年日中国交正常化が実現し、友好ムードを優先するため戦争賠償請求を放棄したのです。中国政府による戦争被害調査や賠償問題の解決を求める声がタブー視される現状に直面したハン監督は、日本で支援を訴えたところ、多くの賛同者を得て、彼の調査や支援は拡大していきました。
ハン監督は体験を聞き出すだけではなく、過酷な暴行により体を患った婦人たちを病院に連れ回復させという被害者への心からの支援も続けてきました。その費用はすべて日本で集められた尊い支援金です。この映画の完成も取材調査も慰安婦支援も神様の恵みと奇跡だと監督は言います。今回の映画を作るのも実は作れないと思ったんですね。これをテーマは日本で生きられないし誰も見ないし、作ろうと思って資金は集まらないと思うんですね。ただ2013年ね、自分はやっぱりこの日本の歴史修正主義は強まった時、いやこの映画作ろうと、でもできないと、私個人の力で、その時まあ募金というような形でダメ元でやったんでしょう。多くの日本人ね、資金を与えてくださって、これは神様の恵みですよ。この映画できることはやっぱり奇跡と私思います。2000年に日本で信仰を持ったハン監督は、悲惨な歴史の数々を見るとき、それは国や民族の罪というより個々の人間の罪意識に原因があると感じています。いつも聞いた話ですけども、ドイツの旧軍人告白できたのはやっぱり多分キリスト教の文化背景があって、告白すればあんたの罪は償われるよというね、もしそういうところ多分積極的に言うんですね。やっぱり中国も日本もみんなアジアの文化だから、自分が悪いことをやって黙った方が得とか、社会に対するその告白の人に対する愛護とかね、保護もまあ必要ですよね。告白してみんななんでこんなこと言うね、なんか恥ずかしいことなぜ言う、そういうような文化になると雰囲気になるとやっぱり言えなくなるんですね。本当の日本と中国の、まあ、その戦争問題解決するには本当に同じ神様、それはイエス・キリストの愛で、それを基盤にして、まあ、その告白、あのお詫び、それを許す、ね、基督教は何が大事でしょう。人の罪に対する認識、自分は罪人である。これまで何度となく慰安婦をはじめ日本軍による性暴力被害の損害賠償請求裁判が起こされてきましたが、いずれも敗訴や棄却が続いています。旧軍人の生の証言があっても慰安婦を認めない反対派やヘイトスピーチの過激な行為も後を絶ちません。ある日、日本からキリスト社グループが中国山西省へ病床の万愛華さんを訪ねに来ました。日本人として彼女にひどい扱いがされたことを謝罪するためです。慰安婦とされた彼女たちが謝罪にこだわるのは、事実を認めてほしいという責任追及だけではなく、そうすることで彼女たちが、そして私たちが望む平和な世界への第一歩になると信じるからです。裁判かけて日本をお詫びにしてほしい、そういうような思いが持って、10年間裁判やっても日本をお詫びしなかったんですね。実はやっぱり日本の政府、また戦争加害者、お詫びしてほしいですね。なぜまあそういうような戦争をやって、お詫びしないかというような、中国人の慰安婦たちはずっとそういうような思いが持ってたんですね。そういうようなお詫びがあって、許しがあって、それはまあ一つの平和の世界を作れると思うんですね。この日、映画「太陽が欲しい」を鑑賞し、慰安婦たちの人生を目の当たりにした来場者の皆さんは、その事実の記録からそれぞれ大切な思いを受け取りました。やっぱり本当に、ね、体験者がだんだんその、命が終わっていくから、受け継いでいく人が本当に増えていかないといけないなと思うし、ヘイトスピーチじゃなくてカウンターを、
今カウンターの力の方が結構強いので頑張ろうねみたいな気持ちです。賠償ってよく言われますけど、この問題は、ね、お金では解決できないです。あの日本人自体があの心は変わっていかなきゃダメです。こういうあの犯罪をしたってことを認めて、それに対するあの心からの謝罪、日本全体ですね。それは人人愛っていうのは大切なのかな、お互いを思い合うことがやっぱり、そうしなきゃ戦争がまず起きないんで、まあ、となると自分を愛するっていう、あのやっぱりそれがないとダメなのかなと思いますね、結局ね。フィルムの証言者のほとんどはその後無念にも地上での命を全うしていきました。著書の中でハン監督はこう言っています。和解を立てるには互いに愛し合うほかない。再び戦争をしないために歴史の事実を伝えていくことが私に託された使命だと思っている。この使命を全うするためにハン監督はこれからも過去の事実を記録し続けます。その事実を伝えられた今を生きる私たちが歴史を変えることを願って。